どうも、ブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は20代男性の方です。人に合わせるのが苦手ですが、長所にできることってありますか、とのことですが、どう思いますか？いや、十分ありますよ。ほう。逆にね、日本人のダメなとこだと思いますよ、合わせすぎるって。なるほど。もう本音もよくわかんないしね、うん、なんか良くない方向に進んでるけど、みんなやってるからとりあえずこのまま進めていくかみたいなところって結構日本人多いじゃないですか。それね、本当ダメだと思う。なるほど。だから本当に合わせないで、自分一人でもね、うん、自分の世界観で仕事できるっていうことがさ、ここ最近は昔よりも多いじゃない、うん、クリエイティブな活動したっていうわけだし、その宣伝だってさ、うん、SNS 使ったりもできるし、とにかくそういうふうに自分で幅広げられることって10年前よりもすごいたくさんあるから、うん、全然長所だと思いますよ。自分が思うがままにやって、それが評価されるっていうことだって大いにあるわけだから、うん、だから大きい企業に勤めていたら、それはちょっとなんか、マイナスに働くこととかも多いのかもしれないけど、うん、いろんな人とね、チームでやっていくっていう仕事じゃなければ、それは十分長所になりうることだと思います、うんうん、はい。確かに。これじゃあ恋愛面だとどう見ればいいですかね。人に合わせるのが苦手。恋愛面だと、うん、そっか、恋愛面だと、だから合わせるのは苦手だとしても、話し合うことができるんであれば、そうそう、どっちかに合わせるとかっていうよりは、話し合ってお互いの着地点を見つけるっていうのが恋愛においてはね、大事だと思うんで、うん、だから合わせることはできなくても、うん、でも、なんだろうな、この点は妥協できるっていうこととかはあるはずだから、うん、だから合わせるんじゃなくて話し合うっていうことが、ね、できるんだったら十分大丈夫だと思います。はい、なるほど。じゃあ自信を持って参考にしてもらって頑張ってみてください。はいはい、じゃあこういった形で相談したい方いらっしゃれば、できれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。